国税96年の問題です。9進法で AB と表され、7進法で BA と表される数値を5進法で表すとき、1の位の数は次のうちどれか、ただし AB は自然数であるという問題です。9進法で AB、7進法で BA と表されるようなある数の話なんです。まずは10進法に変換したいと思います。こちらは9の0乗1乗ですから、 A×9 の1乗プラス B×9 の0乗、つまり 9A プラス B と表すことができ、こちらは7の0乗1乗ですから、 B×7 の1乗プラス A×7 の0乗、 7B プラス A と書くことができまして、これともに10進法の表し方になりますが、同じ数のことですからイコールで結ぶことができません。 9A プラス B イコール 7B プラス A、 8A イコール 6B、4イコール 3B となりますけれども、これ比例式に直すといいんですね。4イコール 3B は A 対 B イコール3対4と比例式で表すことができ、比例式で表せたならばですね、 A が3の倍数 B 4の倍数ということになりますから、これ絞り込めるということになります。 AB 自然数でありますから、3の倍数4の倍数で絞ろうと思うわけなんですが、具体的には AB の組が3、4とか6、8とかいろいろあるかななんて一瞬思うわけなんですが、結局 AB はですね、7進法の桁でありますから、7未満の数しか使えない、6までしか使えないんですよね。ですから8段というのはもう大きすぎるわけで、もうこれダメだなということになりまして、結局3、4に確定ということになります。 A が3、B が4に確定ですから、ここに代入すると3区27プラス4ですから31ですね。受信法の31を誤信法で表せばいいわけですから、5で割りまして5、6、30で余り1、51が5で余り1で111、誤信法の表現は111となりますので、1の位は1、2番正解でした。